久保さん。いや、アイスクリームね、なんで食べるんですかね。<laughs> 美味しいと思うから食べるんじゃないですかね。まあ今日ブログ書きました、生きる意味についてね。<laughs> 生きる意味についてブログ書いたんですけど、さっきね。まああのー、人間ってまあ考えることができる唯一の動物だと思うんですけど、でも逆に言うと、考えるからこそ行動が止まるうー理由の一つでもあると思うんですね。考えるから。 行動が止まるな,なんでかっていうと、えー、失敗したらどうしようってう考えるから止まるわけじゃないですか、うん、うまくいかなかったらどうしようとかね稼げなかったらどうしようって考えるから止まるわけですよねだから唯一人間が持っているこの脳のせいで <laughs> 行動が止まることもあればこの脳みそのおかげで成功できる可能性もあるし要は考え方一つで全ては変わってしまうってことですね うん、だからやっぱ、あのー、なんだろうな。ただそうは言ってもね、みんな考えられないこともあるじゃないですか。うん。だからまあ、行動してみて、まあ、ブログに書いたのは、やってみ、あの食ってみないとうめえとかまずいとか分かんないよねっていう。めちゃくちゃシンプルに <laughs>。そこになんか全てが集約されてるのかなと。 食べてみないと、うめえとかまずいとかわかんねえって感じですね。いってらっしゃい。